ブルーレインの労働日記アルファ渡り板サーフィン。わー、上海2系あまり5号で仙台に行くぞ、行くぞ。新幹線の時間まで暇だな、暇だな。業務放送3号車お客様ご案内中です。そろそろ発車時刻だな。はやぶさ810号、札幌駅。東京、7時21分45秒発、次の停車駅は大宮。発車1分前、よし。あれ、なんか忘れてるような。まあいいか。この時、車掌は重大なことを忘れている。22番線から、はやぶさ810号、札幌行きが発車いたします。次は、大宮に止まります。あ、渡り板だ。危ない、危ない。わい、320キロ速い。寒すぎる。東北は寒い。まもなく、仙台です。前席線。やべえ、そろそろ車掌室に戻らないとな。仙台駅は右ドアか。仙台空港アクセス。やばい、やばい。車両側面に人がいる。しかも、東京駅から渡り板を挟んだまま、発車させてしまった。非常ブレーキ、非常ブレーキ。車掌は、ドアに渡り板を挟んだまま、東京駅から走り続けてしまった現実に愕然とし、自分の犯した過ちを後悔する。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をすると便利です。